ドイモの方のさきちゃんの友達のリノちゃん。はい、リノです。はい、お願いします。同い年だよね、私と。そう、同い年。ということは今年で大学4年生。今年で、そう、大学4年生だよね。そうだよね。さきちゃんとはどういう関係だったの？私が入ってる部活動があって、それがサイクリング部で、そこにさきが見学に来てくれて入ってくれた。そこで知り合いました。さきちゃんとは先輩と後輩の関係か。そうそう、先輩と後輩の関係で2歳差。うん、なるほどね。自転車で来てどのくらい？そうだね、大学1年生の6月に始めたから。そうだね、そのくらい。そうだね、もう少しで3年。そうそうそう、私同じぐらいだよね。そうそうそう、同じくらい。じゃあハマったきっかけってさ、大学に入ってからなの？それとも、そう、ずっと前から興味あったって感じ？そうだね、なんかずっと前から興味あって、なんとなくなんかロードバイクってかっこいいじゃん、うん、だからちょっと欲しいなっていうのあったし、うんうんうん、あと結構観光するのも好きで、グルメも好きだし、うん、自然楽しむのも好きだから、うん、なんかそれで、あ、サイクリングなら運動もできるし、なんか節約できるし、なんかいいなって。交通費とかもさ、浮くじゃん、うん、だからいろんな意味でいいなって思って、あ、それで始めたかな。実際にやり始めたら大学生からなんだ。そう、高校の時からちょっとずつ乗ってたとか、そういうわけでは。全然。そうか、部活がきっかけ、もしかして。そうだね、部活に見学行って、部活でたくさんあるじゃん、一覧みたいな。はい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 、それ見てちょっとピックアップしてくれよ、ちょっと、あ、これこれみたいな感じでピックアップしてって、はい、サイクリングで男子多いじゃん、うん、で、めっちゃ、なんか部室、覚えたのね、ちょっとこうやって、うん、そしたらなんかめっちゃさ、男子ばっかでさ、多い多い。そう、で、なんかめっちゃなんかね、オーラがさ、ちょっと、あーみたいな、あーちょっとやばいかなって言うことはわかる。ちょっとやばいかもと思ってやめようって思ったんだけど、うん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 、でもなんかその時に、たまたま私がサイクリング入りたいんですけどみたいな話を多分他でしてたのを、あ、はいはいはい、第三者の人が聞いてて、うん、私になんか話しかけてくれて、うん、俺も興味あるんだけどちょっと一緒に体験じゃないみたいな。あ、男の、あ、そうなんだ。そう、まさかの男ね。そう、興味あるんだけどどうみたいな、一緒に体験行かないって言って、あ、じゃあ行くかみたいな感じになって、で、楽しかったし、なんか男子部員もめちゃめちゃ優しくて、うん、割といいかも。それで壁を乗り越えられた感じか。そうだね。なるほどね。そうそうそう。はい。愛車。愛車のこちらです。どうこちらです。トレックのこれなんてモデル？マーネかな？傷だらけですね、ちょっと。メンテナンスとかは自分でしてない感じ？あ、全然メンテナンスはそう。お店に丸投げ感じか。丸投げですね、もう。もうね、めちゃめちゃ転んでて私。え、落車とかってこと？あ、全然落車ばっか。マジで、うん、そんな転ぶ要素ある？あるんだよね。なんか結構さ、景色とか見て、あ、綺麗とか言ってたら、みたいな。骨折とかそこまでは大丈夫だった？あ、そこまではね、ないね。じゃあ、あざで終わった感じか。そうだね、あざとか傷で大体終わってる。あ、よかったね。そう。落車とか何回ぐらいしたことあるの？数えられないくらいしてるな。そんなにしたの？まあ10回以上は少なくともしてて。そんなに？してる。でもそれは全部あの軽傷だよね、もちろん。あ、まあ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 、ビンディングじゃないのにね。ビンディングにしたら怖いね。立てこけがすごい。そうなの。まだフラットペダルか。そう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 、フラットペダルでもね、全然坂とか登れるし、ね、そう、観光とかするに。ちなみに身長は何センチですか？身長169。え、高っ。そう、だからね、メンズかけて。そう、やっぱ最初ってなんか抵抗なかった？バランス感覚がとか、すぐ慣れた感じ？割と慣れたね。あ、なるほどね。数分乗って、うん、あ、大丈夫そうって感じ。すごいね、バランス感覚とか体力とかも。体力は結構あるかな。なんか運動とかやってたの？運動は中学テニス、うん、高校はやってない。あ、帰宅部。そう。あ、そうなんだ。あの、持久走あるじゃん。はいはいはい、持久走では、トップ。学校で。うん、すごいな。女子でトップだった。すごい。そう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 。あるね、そしたら。体力だけはね、うん、そう。だから、自転車ももう長距離タイプ。うん、で、結構割と100キロとか走る感じ？ 100 キロはね、もう棚にある。マジで、うん、すごいな。最高何キロぐらいしたことある？最高は200。お、すごい。200キロぐらいかな。ビワイチしたんだよね。はぁ、え、そうそう、あれって一周200だっけ？ 200 ぐらいじゃなかったっけ？全然走れるね。そうだね、まあきつかったけどね。そうだよね、200はきついよね。200はきついね。完成車で買ったの？そうだね、完成車で買った。で、いじったところは特にない感じ？本体は特にない。でもタイヤとか、はい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 、チェーン
とかギアとかは、うん、そのまんま、もうね壊してるから、あなんかすごい壊したからね変えたんだよね。シマノがほぼほぼ見えなくなってる。多分そうだ ね、 だね。一番安いやつでお願いしますって言って。完成車でいくらくらいだったのこれ？15,000円かな。え安い。そう、安いって言ったらあれなのかな。えでも安い方だと思う。私もどうしても安いので揃えたかったから。うんうんうん、えじゃあトレック選んだのって安さもしかして？安さとトレックのあのねお店だったんだよね。あそのアフターケア、はいはいはい、アフターのメンテナンスとかが結構なんか無料でできますとか。そっかそっか、そこで買ったらね。そう手厚かったから、うん、あもういっかと思って。見た目とかそういうのは、あ見た目は大事。あやっぱりそう、あのね赤が好きで、はい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 、かっこいいじゃん。それでもうドタイプだし安っと思って買っちゃった。なるほどね。見た目もいいし値段もお手頃だったからってこと。そう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 、まあでも一番はまあ値段で見てそっからデザインかな。あ何万円以下みたいな決めてたの？そうだね、やっぱ10万円以下。10万円前後がいいなとは思った。なるほどね。ちょっとね15万いっちゃうとあちょっと高いかなって思っちゃう。しかも最初のね買い物だし、ね、最初だと絶対だからこういう風に傷だらけになるし、こんなね長続きするとも思ってなかったから。そうなんだ。なんかすごいさ乗り続けられるかどうかもわからないし、はいはいはい、あとはそもそもこのねあの扱いがね雑だから。逆にさなんでここまで続けられてると思う？なんか乗って楽しいからっていうのもあるし、うんうん、あとはあの北海道に行くのよ。そっか待って、さっきちゃんと一緒に行った？あ、そう、さっきとも一緒に行った。やっぱ北海道って景色と食べ物だよね。そう。やっぱ最高だった。最高。一番何が良かった？二つあって、一、うんうん、つは札幌のあの夜パフェ。夜パフェ？そう、夜パフェ。何それ？初めて聞いた。え、知らない？結構ね、なんかね、夜パフェとか結構有名で。夜にパフェを食べるってこと？夜にパフェを食べるの。夜にしか営業しなくて。へぇ、そんなのあるんだ。そうそうそう、めっちゃね、おしゃれだし、うん、結構人気店で、行列なんだけど。パフェと夜パフェって何が違うの？食べる時間帯？食べる時間帯。それだけ？そう。なるほど。そう。そこのパフェが美味しかったんだ。美味しい。へぇ。もうね、女子3人で4種類のパフェ買って。え、すごいな。一日食べたの？食べ比べして。あー、楽しそう。でもやってた。でももう一つは？もう一つは酒番屋っていう。酒番屋？そう、釧路にあるあの浜焼き屋さん。網の上にさ、うん、ホタテとか、うん、サーモンとか。あー、美味しそう。そう、焼くの。いやー、絶対美味しい。めっちゃ美味しい。え、割とよく走る感じなの？週1ペースでは走ってるね。あ、じゃあ週末は必ず走る感じか。宿泊して行くことが多い。あ、泊まりってこと？そう、泊まりで。そうなんだ。なんか日帰りで行くっていうよりかは、うん、結構泊まりで。で、かなり距離も走ってるんだよね。そうだね。距離もまあ、そうだね。100キロぐらいだね。あー、やっぱ体力ある方だね。なんか私の動画に出てくる女子の子、ガチの子が結構多いんだよね。そうそうだね。すごいよね。いや、狙ってないんだけどね、全然。たまたまみんなそういう風にガチだから。すごいよね、みんなね。本当に。なんかさ、女子大生じゃないよね。そうだね。そう、もう。普通の女子ではない。そうそう。まあ、あの、普通の女子大生ね。そうね。あの、ショッピングしたりとか。ショッピングしてとかない。休日の過ごし方はもうほとんど自転車と。よかったね、でも続いてこんなに。いや、本当によかった。もしかして、部活とか入ってなかったらここまで続かなかった可能性あるよね。そうだね。本当は部活1年間で辞めようとしてて。そうなの？そう。なんで？なんかその乗るきっかけが欲しくて、北海道行きたかった。うん、だから、まあ入ったみたいな感じ。なんか知識知れればいいかなと思って、自転車のね。乗り方の。はいはいはい。そうそう、いろいろさ、ハンドサインとかさ。うんうん、基本的なものね。そうそうそう、教えてもらえたから。たんだけど、まあ、止まっちゃったよね。もう今続いてる。でも当時、あの、誘ってくれた男子に感謝だね、そしたら。そうだね。でもその男子はいないんだけどね。あ、入んなかったの。結局？そう。そうなんだ。私もね、でもね、最初、あの、体験した時は楽しかったんだけど、うん、あの、輪行したんだよね。ちょっと、輪行が、うん、しんどすぎて。重いもんね。そう。で、どうしようと思って。で、そっから、その北海道合宿行った後から、あ、もう100キロとか余裕なんだと思い始めて。すごい。そうそうそう。で、もそっからはもう、その活動場所までもう自転車で、全部、自走で。すごいね。行くようになった。から、もう輪行はほぼしないね。何かあった時のためにって感じ。そうそうそう。例えばだから、雨でしぶしぶ輪行とか。あ、なるほど、ね。まあでも雨でも自転車走るけどね。あ、ザーザー降りでも全然もう輪行めんどくさいし。でも、
落車とかしない？大丈夫？雨の日って。あ、落車する。大丈夫？結構怪我してない？そしたら。そう、でも一回ね、なんか顔面から落ちたことあって。大丈夫だった？大丈夫だ。顎が真っ青になった時あったよ。あざってこと？そう、あざ。血は出てなかった？血は出てなかったかな、多分。そうか、顎ってさ、結構。どうやって転んだんだろうね。ね、そうだよね。いや、そう、わかんないんだよね。普通手つくけどさ、ね。人間反射的に手出しそうだけどね、お前。ね、多分なんか、こう倒れて、顎にガーってなったんじゃない。そっかそっか。その振動で、ガンって感じた。そう、多分ガーってなったんじゃない。私は恥ずかしかったけどね。マスクじゃない時代にやってるから。そっか、なるほどね。でも女性では、ね、そうそうそう。でさ、あとなんかさ、部屋もさ、あの、サイクリング用っていうよりも、あ、そう割と、なんだあ、でもなんかこれはもらい物で、したのね。とかは、うん、あの、やっぱ大事じゃん。あの、痛くなるじゃん。うん、こいで出たさ。わかる。そう。そうだよね、お尻とかね。そうそう、無理なんだけど。買おうとは思わないの？そうだね、なんか高いじゃん。高い。だから、高い。すっごい高い。そう。もらったからラッキーって感じで。あ、なるほどね。買いはしない。もうね、ライトとかもね、前まで100均の使って、あ、マジで？あ、そうそう、これ取れちゃったんだけどね、100均のやつは。こっちは？こっちはね、ちゃんと光るライト。でも安い。もう、1200円ぐらいじゃないか。あー。結構全体的に値段抑えてる感じだね。抑えてるね。あの、テールライトはね、ちなみに100均。わお。待って、これ知ってるかもしれない。私、検証動画でこれ使ったわ。あ、ほんと？全然明るくなくない？これ。明るくない？これ。あとなんか友達とさ、遊ぶときに、うんうん、場所までも結構自転車で行っちゃったりとかするから自転車で来たみたいなみんなびっくりしない？みんなびっくりする。そうだよね。え、なんでここまで自転車で来たの？そうだよね。交通費節約節約節約になるし。ああ、え、なんでその節約節約って感じなの？交通費無駄じゃない？で、それだったらこぎこいで、じゃあそれだったらグルメに投資しようみたいな。グルメとか観光に投資したらいいなみたいな、はいはいはい、だからグルメとかには全然ね、いくらでも使う。機材とかそういうのにこだわるっていうよりかは走れるのが楽しいから。走るの楽しい。走るその先が楽しい。 なるほどね。そうそうそう。そっか、だから別に値段を抑えても、そうだね、別に楽しさが、値段高いから楽しさ倍増するってわけじゃないもんね。そうそうそう。結局さ、なんか乗り心地もそんな変わんないと思うしね。わかんないけど。自己満のところありそうだよね。そうそうそう。空気入れとかもさ、持ってないし。じゃあどうやってこれ入れてるの？空気。そう、だからこれはメンテナンスの時に入れてもらったりだとか、あとは朝日で入れてる。パンクってしない？パンク、知ったね。え、今ってチューブ持ってる？今持ってない。大丈夫？ショップ行けばまあなんとかなるって感じか。そうだね。まあ都内だからなんとかなるかなと思って。あー、ポジティブ思考がすごい。あれは、アイメアン？これね、ロフかな？あの、目が悪いんだよ、うち。あー、そう、目が悪くて裸眼なの。で、これ、度付き。あ、なるほどね。そうそう、のスポーツ用のサングラス。それ光とかってさ、反射、なんていうの？ UV カット、うん、はされてると思うんだよね。いつもこれで。つけてみな。ね、こういうさ、かっこいいやつさ、どう？かっこいいね。え、なんかさ、なんか。あ、そうそうそう、これ止める側なの。え、鼻で止めないの。通気性を良くするために。飽きすぎて気持ち悪い。そう、あの、頬で止めるやつなんだよね。さ、私さ、このメガネだからさ、普通そうだよね。普通はそうだよ。だからさ、あ、普通はそうだよね。うん、だからここら辺とかさ、ガラ空きだったもん、ここ。なんか開いちゃってて。で、全然こっちのが。あ、やっぱ、あ、な、まあ、あの、慣れてるっていうのも大きいだろうね。そうだね。慣れてるっていうのもあるね。これいくらぐらいだったの？ 8000 円ぐらいかな、多分。1万しなかった感じか。1万はしない。そう。あやちゃんも一緒に行こうね、どっか。なんか行きたいとことかないの？屋久島行ってみたい。いいね。山じゃん、でも。まあね。まあ、向こうでレンタルする感じだけどね。ああ、そうだね。さすがにね。え、なんで持ってきたくないの？え、なんか、飛行機に入れたくないんだよね。飛行機、マジでやられるよ。え、飛行機で飛行機で私、壊された。え、マジで？ファンが、そう。え、やっぱおられるの？おられた。なんかバリバリね、ここら辺もたえて、なんか、マジで？なんか、すごい部品もたえて渡されたの。壊れても一切の責任負いませんみたいな。サインさせられるんでしょ？そう、サインさせられるじゃん。いや、めっちゃ嫌だと思いながらも、でもさ、乗せるためにはさ、サイン書くしかないから、うん、まあ、サイン書くじゃん。どうしたの？結局と思って。いや、だからそこ壊れちゃって、当時はその先輩がね、いたから、うん、近づくでハンガー直してみるわ、とか言って、ハンガーをこうガッて戻してくれて、とりあえずそれでなんとかなった。大丈夫だったそれ。一
応すごいね。で一か八かだよね。それで折れちゃったらダメだったし、そうだよね。そう、その後問題なく走れたの？そう、一応問題なく走れたけど、これでもしダメだったら私あの北海道走れてなかったんだよね。